さあ前回の続き、うん、公開収録に移ってまいりました。出た。皆様スクリーン見えますでしょうか。こちらですね、はい、今何かしらこう意味ありげな写真が写っておりますが、うんうん、前回の収録では浦下くん相手にですね、日立大津のお船祭りというお祭りについて語らせていただきました、うん、どんなお祭りか覚えてますか。パワーと技術で解決したお祭りです。そういうことです、はい、これは何の話だって思われた方はぜひ前編をね見ていただきたいと思います。このお祭りね、ちょっと得意な側面があるんですが、その得意な側面、どのような背景によって成り立っていたか、実はそれはパワーによるものだったという、うん、うん、あのバカみたいなんだけど純粋でちょっと胸が熱くなる結論があったわけですけども、はい、実はなんでこの話を急にし始めたかというと、うん、僕行ってきたんですね、この現場に、うん、で、前に行ったのが5年前。で、このお祭り、まあ、後で説明するんですが、5年に1回のお祭りになっておりまして、うんうん、まあ、2回連続で僕はうまくいくことができたというわけなんですけども、そうね、はい。今回は2回目の来訪時ですから、本当にこの4月ですね、2ヶ月前に行ってきた時のご報告を皆さん相手にしたいかなと思っております。はい。で、改めまして、日立大津のお船祭り、どんなお祭りかっていうのを、ご説明させていただきます。はい。2017年に国指定重要無形民俗文化財に指定されたお祭りになります。うん、はい。沢和千木神社という神社が、茨城県北茨城市大津町にあるんですね。皆さんもう言えます？はい。沢和千木神社ですよ。僕も3回ぐらい噛んだんで、今ようやく言えるんですけど。ね、そう、沢和千木神社です。沢和千木神社。はい。佐藤の佐に波、波、地面の地に神技官の技と書きます。示せに宇治ですね。沢和千木神社という神社があるんですが、この例祭として行われるお祭り、5年に一度5月2日から3日に行われるお祭りとなっております。具体的にじゃあどんなお祭りかというと、船が出てくるんですね。船が出てくるからお船祭り。まあ、これわかりますよね。うん、この船、海の幸が描かれた船になっております。船の側面って本来こう、防腐のために赤く塗ったりするじゃないですか。うんうん、あ、防腐じゃねえか。あれ、藤壺つかないようにするんだってね。あ、そうなんだ。そう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 。藤壺つかないようにする塗料が塗ってあるらしいんですけど、だから赤かったりするらしいんですが、うんうん、この船実はですね、海を走るものではないので、藤壺を処理のための塗料を塗る必要がないんですね。その代わりに海の幸が描かれています。海を走る必要がない、何の話前回見たのね、うん、はい。で、この船にですね、みこし、おみこしを乗せて、お囃子を演奏する方々を乗せて、お船歌という歌を歌う方を乗せて、300人で陸上を引くという、うん、かなりパワーのあふれたお祭りになっております。そうですね。で、どうやって引いていくかっていうと、あれでしょ、祇園祭りに出汁とかね、山ぼこと言われるやつが出てるから、うん、車輪ついてるからガラガラ引っ張ればいいだけでしょ、ガーッとね、みんなで、もうそれの何が変なのって思われるかもしれないんですけれども、車輪ついておりません。あの、井桁状に組んである木、ソロバンと呼ばれるものを、あの、カワルバンコにですね、船の前に敷いて100メートル近く一気に引いていくというようなお祭りになっております。うん、で、こういう風に陸の上を神様が行き来することを陸上渡御というんですけれども、この陸上渡御についてはその背景を前回語らせていただきました。そうですね。まだ見ていない会場の皆様は、ぜひですね、後々公開される前編を見てください。で、先ほども言った通り、この祭りに僕も行ってきたというわけでございます。うん、でですね、5年ごとにあるこのお祭りなんですけれども、本祭りと宵祭りに分かれておりまして、本祭り、本祭の方はですね、ちょっと今回行ってこれませんでした。今回行けたのは宵祭りという呼ばれるものでして、ちょっと後でルートを見せるんですけれども、本祭りを行うための事前のルートですんで、まあ、うん、本祭りの方はその道をなぞってくるような形になるわけですね。うん、で、まあ言ったら大津の町を、だから東から西にかけるのが宵祭り、うん。西から東にかけていくのが本祭りというふうになっております。で、今回はその時の写真や動画を皆さんにご覧いただきながら、僕はそれについて喋っていこうという企画です。はい。はい、皆さん画面に映ってるものが見えますでしょうか？ね、ずっと見えておりますね。これね、お船祭りの最中って、大津の町、要は沢和千木神社の氏子さんたちにあたる、うん、家々の前に、ほとんどの例外なくこういう縄が張ってあるんですよ。へー。大津の町って結構広くって、うん、私とあともう一人行かれた方で、歩き回ったんですけれども、うん、果てが見えないくらいこの縄が繋がっていて、これ竹でもって建てられているんですけれども、このように、ね、はい、締め飾りつけて、この葉っぱね、ついてるわけですけど、ただなんで竹のこの葉っぱ、ちょっと種名を忘れちゃったんですけど、後で書類の方で確認してみますが、これが必ず敷かれるわけです。うんうん、これだからもう何日も前から竹自体は準備して、縄を張り始めるのはその前日からというふうに伺っています。うん、
で、まあ、パッと見えますよね。うん、まあ、家にかかっているわけですけども、うん、今、正面に見えるこの鳥居らしきものというか、まあ、鳥居ではないんですが、ご神道と書かれたね、何ですか、これ、木枠みたいなのが立っているんですが、はい、これは、田和町木神社という、この霊祭の大元になっている神社がありまして、そこにつながる一番の主要の参道となっております。うん、なるほど。で、その参道に沿う形で縄が張られていて、大漁旗がたなびいているというような。なるほどな。確かに縄いっぱいあるね。はい。景色となるわけです。そう、これすごいよ。だから、縄の総量とんでもないと思うんだけど。準備大変だな。うん。で、こうやって一個ずつ滴りつけてね、やってるわけですけど、うんうん、ようやりますわって感じですね。で、これが先ほど申し上げたソロバンというやつです。え、これの上を船が行くの？船が行くわけです。もちろんこんなちょっとだけじゃないですけど。あ、もちろんね。100、200あるわけですね。うん。で、これね、すっすごい重たいんですよ。あ、これだけでも、うん、多分30キロぐらいあるんじゃないかなって思うんですけど、これを1日男たちが前に持ってってこう船引くもんだから後ろに行くでしょ、うん、それをまた前に持ってって繰り返すわけです、うん、体力ある漁師じゃなきゃ本当にできない。無理だね、うん、で、この木材何なんですかって聞いたときは確かカジノキとかっていうふうに伺ったんですけれども、調査報告書をね、今回事前に読んできたんですけど、うん、調査報告書の方では別な木材が指定されていたので、うん、まあ、ちょっと変わりつつあるのかもしれないですね。まあ、とにかく耐久性が求められるものであるのは間違いないということになります。まあ、そりゃそうだよな。この上を船が行くんだ。はい。で、これ先ほどの参道の、途中というか入り口になりますね。これね、ちょうど風が強くって大漁旗がたなびいてすごい綺麗だったんですよ。そう、勇壮な景色だな、うん、でちょうどこの隣の御祭霊って書かれている、提灯がございますね。これね、はい、ここが総代の方の家で、うんうん、で田和町木神社の祭霊でとっても重要な役割を占める2つの、名字があると、うん、それは鈴木さんと鉄さん、うんうん、鉄って鉄なんですよ。鉄の給仕隊。めちゃめちゃかっこよくないですか？鉄の給仕隊なんだ。給仕隊なの。へぇ。そうそうそう。だから、私、大体初めて行く地域行ったら、お墓を眺めに行くんですけど、うん、どんな名字があるんだろうって言って探しに行って。あ、そういうことするの？あ、するするする。へぇ。鉄って書いてあって、かっこいい。給仕隊だ。なわけですね。で、この中を通っていきますと、こんな風に。ねえ、これ振り返るとこんな風になっております。あ、いいですね。藤の木が綺麗でね、うん、この時期ね。なんか本当にこう、予祝儀礼としてはとってもいい。ね、いいなぁ。細い道にこう、藤が見えて、パッと遠く見ると海があるんですよ。綺麗。いい祭日になりました、ね、本当に。ここは写真見せびらかしてます。うん、撮れたよ、ね。お気に入りだよ。で、これが沢和町木神社につながる参道ですね。ははは。ここも大漁旗が張ってあります。で、これは沢和町木神社、境内入って、裏のちょっと広場があるんですけど、うん、そこにもこういう風に飾ってあって、しめ縄のようなものを貼ってましたよね、町内に。うんうん、それもそうだし、こういう大漁旗を飾る。うん、大規模な祭りって、で、かつ、こう、祝祭って、得てして空間から演出していくっていうことが行われるんですよ。ほう、要は、聖地化するんですよね、一時的に。うんうん、で、その所作が、いわゆるこういうような形。沢和町木神社の裏手まで縄を張って、うん、完全に世界を、綺麗な世界をこの縄からこちら側っていう風に指定する。今ここは聖なる空間ですよ。エリアを作るんだ。そう、エリアを作るっていうことを行うわけなんですね。なるほど。で、こちらが船になります。うわ、でかいでしょ。うわ、これ言ってんだ。そう、今ね、普通に漁船っていう声が会場から上がりましたが、うん、実際に使っていた船を祭礼に用いるっていう点が日立大津のお船祭りの特徴であります。うんうんうん。で、それにタイヤをつけないと。つけないと。うん、それはなんでか。ね。パワーで解決するからです。すればいいからですね。そうそうそう、うん。っていうのが前回分かったわけですけども、うん、はい。もうすでに見ていただければ分かりますね。船の下に、さっきの敷いてる。板に組んだ木があります。これがソロバンというやつですね。で、日立大津のお船祭り、お船祭り保存会一同ということで、まあ、今保存会によって守られているものですが、うん、概ねこの土地の漁師さんたちによってこの祭りは取り行われる、うんうんうん。で、そのトップに立って、じゃあ今年はどんなお祭りの方針で行こうかとか、実際にやれるかやれないかとかを決めるのが、寮生と呼ばれる鉄さん家と鈴木さん家、うん、ということになっております。うんうん、だから面白いもんで、鉄さんちの機嫌を損ねると、たまに船が出ないことが昔はあったらしいですね。鉄が出さねえっていうか、出せねえみたいなことがあったらしいですね。その、鉄と鈴木両家の争いみたいなのないんだね。うん、いっぱい乗ってたよ。あ、ここじゃ言えないけど、ね、言えないけどね。ありそうだね、やっぱね。ぜひぜひ読んでみてください。そう、言い損ねましたけど、これ先ほども重要文化財に登録されていると、申し上げた通りですね。そういう登録をする際には、膨大な調査報告書が必要なんですよ。
この文化財を本当に残す価値があるのかとかっていうね、うんうん、まあそういうこう価値とか云々の話で本当は決めてほしくないんですが、うん、当然日本のね、あの国はそんなにお金持ってる国じゃないので、うん、財源にも限りがございます。そしたら精査していかなきゃいけないわけなので、うん、報告書を作って提出して認められれば十分に入ると言われる、うんうん、いうわけです。で、今回この船祭りの重要文化財が登録されるのに立ち会ったというか、大いに貢献して先導していたのが僕の先生だったんですね。なんでその5年前ですね、案内してもらって、こういうお祭りあるから行っておいで、黒川くんって言ってもらって、参加したっていうのが経緯があります。うん、これ横から見た船ですね。ああ、いいね。そう、勇壮ですね。でね、ちょっと今、大事なこと忘れたんですけど、ここさ、いっぱい絵描いてあるじゃん。描いてある描いてある。この中でね、一つだけ必ず欠かさず描いている魚介類がいるんですよ。なんだと思います?欠かさず?そう、この模様柄って、当然船の更新ごとに変わっていくというか、うんうんうん、書き直さなきゃいけないですよね。で、大体のやつは、なんか縁起物だから書くかみたいなところあるんですが、うん、一匹だけ絶対書いてたらしい、魚介類がいまして。この街でなんかよく取れるものとかだったりするのかな?どうでしょうね。なんだ、茨城県で何が取れるんですか?まあ、イメージとしてはアンコウですか?ねえ。アンコウいる?アンコウいるかな?探してみますか?素晴らしい着眼点ですね。エイです。エイは欠かさず書いていたらしくて。エイマストなの?そう。ちょっとね、頭から抜けちゃったんだけども、うん、なんか理由があって書いてるらしい、ね。頭から抜けちゃったの?はい。すげえ。こんな大事なことなのにって思ったんですけど。補足できたら補足しておきます。はい、お願いしますね、はい。ですのでね、実はこいつが一番重要だということを。まあ、前に書いてあるしね、はい。そうだよね。で、この部分。ちょっと一回前のページに戻りますが、うん、この部分ですね。うん、この部分におみこしが乗ります。ここにおみこしが乗る。そう、さらにね、お船っていう形式で、まあ車輪がついていて引かれる、出汁みたいなもの、まあ屋台物とか言われたりしますが、これって実はそんなに少なくない。全国的に言っても300の事例はあるんです。うんうんうん、ただみこしが乗る、かつこの後ろの部分にさらに人が乗る、うん、それも演奏隊と歌を歌う人が乗るっていうのはここだけ。今のところ確認されていないというふうに言われています。おみこしが乗るところ。だからやっぱここも明らかに空間として分けられていますよね。うん、でいわゆる山ぼことかと同じように、後ろにはこことか、このもじゃもじゃ、名前忘れましたけど、もじゃもじゃがあったりとか。今日忘れた ね、 あのね。情報量が多くて、忘れちゃったんですよね。で、こういうふうに上りが立ってたりとか、はいはいはい、しますと。これ山ぼことかと共通する点ではあって、やはりそちらの影響を受けてるには受けているだろうというふうには言われています。うんうん、沢はちぎり。そう、沢はちぎりですね。で、このように綺麗に御神灯をつけられた、宿場が、宿場みたいなものが必ず建てられます。うん、これが建てられる場所は、一回船が止まらなきゃいけない場所だそうです。へぇ。町内の区切りとなっているものでもあったり、あるいは神話上重要な地点にこれが置かれます。うんうんうん、今回の宵祭りの、話なんですけれども、宵祭りは本祭りと何が違うかっていうと、うん、神輿を乗せて渡御しない点が本祭りと異なる点になります。うん、要は、明日のための下準備の時間なんですね。明日のための下準備なんだけど、人いっぱい集めてお船を一生懸命引くという作りになっていて、沢和千木神社から、降りてきた氏子さんたちが船に取り付いて、東から西に向かって大通りをバーッと走っていきます。うん、まあ、大通りって言っても2車線しかないんで、実は船でギチギチになるんですけど、うん、で、ガーッて引いてって、で、途中ね、まあ、後で見せるんですが、T 字路になってる場所があって、うん、そこを右折するんですよ。あの船を。きつ、今、内輪差を気にされてる方がいましたね。うん、すごい、いろんな技術を持って、なんとかやるんですが、パワーと技術だわ。やり方としては、一回 T 字路を通り過ぎて、お尻から入れるんです。なんでかっていうと、翌日、逆走してきたいから。うんうんうん、選手が前にないと、ダメなんですよ。うんうんうん、かといって、それやるのすげえ大変でしょ。その様子を後で動画でお見せしますね。なるほど。で、これがその、お旅所みたいなところで一度泊まって、お船歌とか演奏、林を、掃除をする場所になっております。うん、なんで、まあ、要は、ここ観光しに行きたいなと思ったら、この花笠のあるところに、うん、立っていてもらえれば、音も聞けるし、そうだね、目の前でちょうど船が泊まってくれるっていうような場所になっておりますね。うんうんうん、で、ここがですね、みこしを
下ろすんだっけな、ちょっと忘れちゃった。なんでかっていうと、5年前の記憶なんで。あ、これが？そっか。そう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 。これ、この写真自体は5年前じゃないんだが、うん、その、僕が5年前に行ったのは本祭りで、本祭りの時は確かここで何かしていたはずなんですよ。なるほどね。そうか。確か、みこしを一度下ろすか、ここで、神職さんが、儀式をされます。明らかに何かね、うん、仕切った特別な場所でね。そう。で、ここ何だったかっていうと、記憶が正しければ、ここに神様が漂着したと言われている場所ですね。なので一回ここで神事をして、これまで神様が沢内木神社にやってきたこれまでを再生するというか、うん。うん、神話の回帰ってね、うちの先生は言いましたけど、うん、神話の回帰を行う、その出発点であるっていうふうに特別に隔離されています。このように、水色の桶、その上に竹を立てて、うん、四方を囲っているエリアを作る。これはお船祭り場の重要な点には必ず置いてあるもので、うん、もう一個港にあります、うん。なんで港にあるかっていうと、本祭りの、本祭のフィナーレの際に、そこでおみこしを潮掘りって言って、海水をかけて清めるからなんですね。うんうんうん、なんでこのお船祭り行って、ほぼ歩き回って、これ見かけたら、あ、ここがチェックポイントなんだなって思ってもらえるとよろしいかなと思います。ここが港側の方ですね、うん。でっかい船がたくさんございます。かっこいいね。かっこいいよね。大津ってですね、今、でっかい船がたくさんあって、うん、遠洋漁業をされていて、遠くに行って1ヶ月、2ヶ月帰らないみたいな漁の仕方するんですけども、うん、今もそうなんですが、昔から大量に魚を取って、大量に加工して、大量に売りさばいてってことで、本当に隆盛した土地でして。小都市なんて呼ばれたんですね。小都市って呼ばれたくらいでした。うん、で、最大で人口1400人ぐらいを抱えた昭和の初期ぐらいですね、田舎の港にしてはものすごい数だったというふうに言われております。うんうん、で、船の上にもね、こういう風に竹立てて、大漁旗掲げて、お祭りの日は飾るようですね。うん、で、これが港の、これ最後のチェックポイントになります。今、ここの遠くに見える、ね、はい、のが、これですね。うんうんうん。うん。やっぱりここで最後、みこしをも、わっしょいしてきて、塩掘りをする。っていう風な手順がございます。で、大体ここにたどり着く頃には真っ暗になってるんで。ああ、そうなんだ、うん。ここまで入ってく人しか、詳しくは見れないですね、うん、で僕たまたま大学の関係者として行って先生にお話を通しておいてもらえたのでこの正面から見ることができて、うん、当時はなんかあいいもの見てるなっていう感じがしました ね。で塩掘りって今こういう形ですけど地域によっては最後みこしを海に投げ捨てたりします。へー、うん、そんなことをしていいんですか。ああ、そう、その発想になるよね。でもさ、みこしめっちゃ揺するでしょ。あ、確かあれは酔うわ乗ってたら、うん、でしょ、うん、みこし揺するじゃん。船もガタンガタン揺らすんですよ、うんうんうん、これなんでかっていうといわゆる玉振りというやつで、うん、神輿だのなんだの神様がおはす神輿入っている神輿を揺らすことによって、うん、その中にいる霊魂を活性化させようっていう狙いがあるんです。へー、うん、こういうのを玉振りって言ったりしますけれども、うん、だから揺らせば揺らすほどいいしなんだったら乱暴に扱えば扱うほどいいみたいなね、うん、そうなんだ。そう、敬意があるかないかなんですよ、そこの垣根はマジで、うんうんうん、だからその喧嘩祭りって言われるものではみこしをあえてぶっ壊す、壊せるだけ壊すっていう風にやる。でその壊れたみこしなんか今桜の歴史民族博物館に飾ってあったりしますんで、うん、ぜひぜひ見に行って、うん、そうそうそう何でしたの。好きあればね、好きあればいや歴史博は人いっぱい行った方がいいんだって潰れちゃうから、まあ、国だから潰れることないんだけど。で竹をね飾れないところにはこういう風に若飾りをして、結界を作って、うんうん、聖地化しているっていう様子が見れて竹竿がなくても奥に立ち入ってみるとあこの今日という日はちょっと特別な日なんだなっていうのを感じられて、そう、ね、港町の見たことのない側面が見れてちょっと楽しいですね、うん、これはもうお祭り直前になって待機している方々です。一応プライバシー配慮して遠くから撮った写真をここに載せていますが、まあ、この後バンバン顔映るんですけど、ね、はい、こんな風にですね、もうそろそろ始まるよってことで皆さん集まって気合を入れているところですね。いや、だってこの人たちが、そのさっきのなんだっけ、そろばんを運んだりとか、うんうん。運んだりとかするわけですよ。強い男たちなんでしょうね。宵祭りの最初はですね、沢内木神社から少し降りていって、加古連と呼ばれている、漁業に携わる方々の、まあ、連合組合みたいな、ものの建物の前で、このように、子供たちが太鼓を打ち鳴らして、最初に太鼓を披露します。その後、その太鼓を、割と年長のお兄さん方が叩きながら、ちょっとずつお船の方に近づいていきます。おー、はい、あのね、タイヤがついててね。そう、タイヤがついてるわけですけども。
はい、こんな感じで練り歩いていきます。ちょっと笑っちゃった。はい、いよいよ、どうした？いや、後ろの方にいたね、あのバッジを持って控えてた男の子。いや、うん、あの頃の年代の時の地元の祭りってあの顔しながら参加するよなと思って。あいい視点ですね。いや、ほんとね。あの頃ってそういう気持ちなんだよね。うん。だから。これがね、すごい対比、いい対比になってて、うん、多分これくらいの年の時は漁業に従事していないので、うん、お船の方にはタッチできないんですよ。なるほど。この、今、ね、ちょっとこう、時代的にどうなのと思われるかもしれませんが、お船にタッチできるのは、漁業に携わっている男性だけ、うん。女性は一切触っちゃダメっていうふうに未だに言われています。うん、ね、女性と漁業ってすごく結びつきが強くって、うん、その、漁業に行く前に女性とこう、何らかの接触を持つことをすごく嫌うんですよ、日本の風土って。うん、で、一方で女性の持ってる、呪力みたいなものをすごく信じていて、うん、船玉様って呼ばれる船に取り付ける箱型の、まあ、神様の箱、うん、分霊箱みたいなのがあるんですけど、それはまたちょっと違う。そこには女性の体毛を入れたりするんですよね。うん、だから勝手ですよね。普段はダメっていうのに、欲しいときは力物とするわけですが、その普段ダメっていうのも呪力が強すぎるからなんですよ。なるほど。生産性が強すぎて、うん、むしろ逆影響を及ぼしかねないからダメですよっていうふうに言っている。うんうんうん、っていうふうによく言われております。うん、なので、要は、漁業に参加できないっていう枠のうちには、まだ幼くて、危険なものに携われない彼らがいるわけで、彼らからしたら一番祭りの楽しい部分に参加できないで、なんか練り歩くっていうのをやらされているわけです。うんうんうん、で、かつ、彼らはこの後、船の上に乗り込みます。あ、乗るのはいいのね。はい、もちろん。船の上には乗り込んで、船にしがみついたり揺すったりとか引っ張ってすることがダメ。あ、引っ張るのは大丈夫か。船に取り付いて揺すったりするのがダメっていうことになっていて、船がね、この後どういう動かし方をされるか、うん、皆さん見ていってほしいんですが、地獄です、船の上は。うん。ね、予想できると思いますけども。楽しみにしていてください。あのでかいものを動かそうってんだから。そう、それが2日続くわけですから。彼らからしたらどんな気分なんでしょうね、みたいなところがあるんですけど。まあ、これ逆光っていうのもあって、眩しいからああいう顔してる可能性も多いにありますけどもね。で、その後ろをですね、このように、紙下を着た、そして刀を刺した方々が歩いていきます。ね、刀をいつ頃から刺すようになったかわかりませんが、うん、刀を刺す、漁業に携わっている方々って、あれ、なんか、そんなことしても大丈夫って思われるわけですけども、やっぱり当時からすごく力とお金があったってことなんですよ。うん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 、当時の農民も漁業に携わっている方々も、ある程度自財を成すと武家の真似事をするようになるんですね。うんうん、だからその名残だと言えると思いますね。うんうん、氏子の総代の方々とか重要人物の方々がこのように刀を刺して歩くわけです。いかちいっすよね。ドンって感じがするね、ドンって感じがするね。うん、一番長いもんね、これ。で、このように乗り込みますね。で、乗り込んだ船が、いよいよ動いていこうという時ですね。このように、そろばんは組まれていきます。隣り合わせなんだけど、うん、完全に重なり合わないように、食い違って、まず横にパパパッと置かれて、うん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 、で、ところどころで傾斜をつけさせるために、そろばんの下にそろばんを置く。なるほど。という形状をとっております。そうか、それで、どっちのパーツにも使えるように、端っこがちょっと細くなってたりとか、するわけですね。するわけだね。で、これはもともと、海上にあった、ないし砂浜にあった船を陸に持ち上げるために使われていたものです。ほうほうほう。なので、転用されているわけですね。普段の日常使いしていたものを祭りに転用するということになっております。そろばんはね、そろばん運びをすることになるんですね。うん、船に取り付いて揺する係の人、上に乗って演奏する方、歌う方、その以外にそろばんを、まあ、運ぶ方々がいるわけです。うん、ただ、そろばんを運ぶ人と船に取り付く人は、入れ替わり、立ち替わりじゃなきゃいけない。あ、そうなの？うん。まあ、これは多分、負担の分散ですね。うん、うん。取り付いてガシャンガシャンやったから、お前次前行けよって言うわけで、すぐ運べ、運べってよく怒られてました、ね。うん、若くて派手なのが好きな人はめんどくせえなと思って行かないわけなんですけど。ただ、これ面白いことに、昔はそろばん担ぎが一番かっこよかったって言われてたらしいです。花形だったらしい。今は、ガンガン揺らす派手な作業が若者は好むけれども、うん、昔はそろばん担ぎをうまくやるやつの方がかっこよかったんだって、言われているそうですね。
で今そろばんこのように担ぐんですが、かつてはいげたの下の部分ですね、下のこの丸棒のところを肩に担いでいたらしいです。え、下、うん、下の部分、上に、そう、上にギュンと伸びてたっていうこと。危なくない？そうそうそう、危ない。そう、多分危ないからやめたんだと思うんですよ、うん、観客が増えたからやめたんだと思うんです、うん、あー、なるほど。もともとは上にキュッとやっていたようですね。だからかつてのスローマン担ぎの形は今残っていない。それは花形かもね。ね、花形かもね。うん、それがザーッと並んでパッと前に立ってって、そうそうそう、あの方仕事はできるわなんて言ってね。うんうん、これは出発を待ってる可愛い漁師たちです。好きなんですよ、この写真ね。いいね。ピクミンみたいで可愛いですね。白ピクミン。しかいない。うわ、揺れてる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 、すごいすごいすごい。この上に乗るとは考えにくいぞ。あ、でも進んでるね、ちょっとずつ。わ、体勢が悪いとこのまま家にぶつかったりするんで方向を変えるんですよ、うん、いや、ほんとそうだ。うわー、進んだ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 、一気に進んだ一気に進んだ。ほう、意外にね、すごい。はい、見ていただきましたけど、俺もこっちやりたいもんな。あっちやだわ、俺運ぶ方。お船が出発する前、お囃子隊の演奏が変わります。うん。ちょっとペースアップして、ボルテージ上げるタイプの曲になるんですよ、ね。あ、なるほど。そう。で、おー、来るぞ来るぞと思ってると、あ、ごめーってか、っていう声がかかって、うん、船がガターンガターンガターンって揺らされて、この水平の力をそのまま正面に伝えるために、うん、拍を合わせて、頭取りが、綱を引く合図をして、綱がガッと光ります。うん、そうすると、今みたいにさーっと走ってきたね、わけですね。うんうんうん、いっぺんにながら50メーターは進めるんじゃないですかね。すごいな、うん、これがパワーと技術か。これがパワーと技術です。このタイミングも大事なわけですから。うんうんうん、で、こればっかりはさ、8回やるとちょうどいいから、その時に引けとか言えないわけじゃないですか。うん、確かに。だからこそ、わかる人たちが経験則で伝えていって、それも口伝え、うん、これこそが交渉であり、うん、民族の伝承であると言えますよね。うん、なるほど。これが揉んでる時の動作です。うわ、バキって言ってるでしょ。うわ、すっげえ。すごい。で、見てください。煙が出るんですよ、摩擦で。うわ、すげえ。煙か。そう、煙出してるわけじゃないですよね。スモークを焚いてるわけじゃなくって摩擦熱で煙が上がるんですよ。すごい。だって今上でさ捕まってる人がこんなに言ってたのにさ、そう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 、両手で太鼓叩いてたで。太鼓叩いてた。すごいよね。だからあれ本当に波の技術じゃないと思うんですけど、うん、であえてバーッと煙が上がって、あの摩擦からこう香ってくるこの木の燃える香り、うん、なんかが顔にフッとかかるわけですね。なるほど。これが煙が上がってるのを後ろから撮った写真ですね、うん、そう、かっこいいんですよ。で、皆さん、おおむねお気づきかと思いますが、こんなガンガン揺らすので、時たまマジで家壊します。マジで家壊す、うん、で、僕が初めて行った時の話では、うん、家の軒先壊された人はちょっと嬉しいらしいんですよ。ちょっと誇りに感じたりするのかな？っていうのと、あの祭りが壊れた。これ、国の指定にされてて、国によってやられてるので、壊れたら補助金が降りますよ。いやらしい、そういうこともあんのか。っていうふうに私は聞いてる。本当かわかんないけどね。本当かわかんないけど、おそらくそういう面もあったりとか、もうボロボロだし、そろそろ変えたいなって思ってたところを壊してくれると、直さないといけませんよねってなるみたいで、まあ、一つ縁起物としてね、考えてる。言ってる可能性あるぞ、裏で。うちのとこでちょっと大きめに揺らしてくんねえか、つって。そうなんですよ。そうね、だんじり祭り、今、だんじり祭りの声も上がりましたけど、そうです。だんじり祭りと同じように、うん、荒っぽさゆえに起こるアクシデントも含めて、その祭りと捉えて、うん、そこで起きる、まあ、できるだけあらゆることを、縁起物として捉えるっていう側面はあると思います。で今、この赤い旗、大量、祝大量のね、旗が上がっておりますが、うん、これは、綱がね、2、300メートルあるので、声が届かないわけなんですよ。はあはあはあ、だから、この旗でもって、今、揉んでいます。船を。ああ。船を揺することとか、みこしを揺することを揉むって言うんですが、うんうんうん、今揉んでいますよ、揉んでいますよ、さあ行けって時にまた旗の動かし方変えて、みんなで伝達してるんだ。そういうことです。っていうような仕組みになっておりますね。これがルートになります。今更なんでって思ったと思いますが、こっからこの T 字路の90度切り替えが行われます。うん、今前に突っ込んで後ろを持ってこようってたんですね。
うわ来てる。はいはいはい、まだこれじゃ終わりませんよと、うん、1回じゃ終わらないからね。体勢を立て直して、今30度45度ぐらいいったか。うん、おー来た。いやー、子供たち危ないよな。あ、そうか、支えてる人がいいんだよ、知らない。そう、すごいよね。来た、うん、大迫力でございますと。はい、という感じでございますね。すげーなー。これで線尾が、90度の方に向いて、引っ張られていくわけですけど、このようにソロ版もバキバキに壊れます。だからもうその音がしてたってことだよね、さっきからね。そう、今全部が壊れてるわけじゃないけども、うんうんうん、もう壊れた時の音はあんな感じですよ、うん、バキーンと言って壊れて、この白い跡もですね、摩擦によってついた。黒いのはアスファルトに擦れた跡ということで、まあ、いかに危ないお祭りかということがわかります、うん、危ないって言ったよね。そう、危ないって言ったね。でね、実際この直前というか、1時間前にですね、4人壁に挟まれて怪我してます。うわ、今回のお祭りだから途中救急車来たんですよ。でうちの一人は肋骨折れちゃったりして、うん、でまだ亡くなった方が出なかっただけいいんですけど、過去には死亡者事例もございます、うん、それだけ活況を呈しているんですが、危険と隣り合わせのお祭りとなっております、うん、まあ位置さえ気をつければ大丈夫ですんで、こっから前に出ないでって言われたとこから前に出ないようにだけしてください。それ守った方がいいな、うん、ただ漁師さんたちはね、そうもいかないんですよね。揉んでいる最中、ガタンガタンってやってる最中に降りれないから、走ってる間は、うんうん、走っていった先が壁だったらギュッてなっちゃうわけですね。まあそうならないように最善を尽くしているのが現状というわけです、うん、でここまで話しましたけれども、まあ、最後にあの皆さんに一言、お伝えしておきたいことがあります、うん、実はですね、北茨城、震災の被災地でございます、うんうん、これストリートビューの画面なんですが、ここを見ていただくと分かる通り、津波の後、はい、これ目の前の通りが船が通っていた通りです。なのでお船祭りやっていた地域って割としっかり被災されてるんですよ、うん、平成23年3月11日の地震ですね。11年だよな。多くの家屋が全壊あるいは半壊したということを、うん、伝えられておりますし、事実そうでしたと、はい、大型の漁船もまあ多く見られるこの土地なんですけど、先ほどね見ましたよね、うん、なんかリールがついていたりして遠くまで行くんだなんて言いましたけど、なんで遠くまで行かなきゃいけなくなったか、まあ、原発の事故があったからですね。近海での漁業ができなくなったからです。遠洋まで出なきゃいけなくなったっていう理由もあって、今では大きな船が多く停泊していると現状になっております。でこのお船祭に使われる船は、今の船が入ってくる前は、当然木造を使っていて、その木造船って途中から使われなくなってきますよね、うん、だからそのお祭り用の船があったりしたわけなんです、うん、そのお祭り用の船、まあ、今の新船もお祭り用の船なんですけども、ピオーソローっていう名前の資料館の方に収められてたんですね、うん、でその資料館も大打撃を受けまして、お祭りの道具ほとんど流されました、うん、で損傷を受けたものもあったり、新調せざるを得ないものもあったりして、うん、ただ復興を試みようという中で、震災から3年後の零細ちゃんとやったんですよ、うん、なんとかお金と物をかき集めて、泥に汚れたものもあったりもしましたし、新しくしたものもあって、うん、いろんなものがごちゃごちゃになって、皆さんの気持ちもごちゃごちゃの中で、なんとか今団結しなきゃって言って行われたのが、ちょうど僕が行く前のお祭りかな、うん、になるのかなっていうわけでございます。で今回宵祭りのスタート地点ですね、先ほどお見せしたここら辺なんですけど、この宵祭りのスタート地点には、あの基礎だけになった家の跡地があって、船はその横に並び置かれてお祭りをスタートさせます、うん、2日間のお祭りの最初のスタートですね。跡地の横にある船、その前で震災を直接経験してない地元の幼稚園児とか小学生がですね、記念写真を撮っているっていうような情景が見られます、うん、まあ、未だ残る傷跡の横に新たな世代がいて、引き継がれてきた伝統が船の形で混在する風景に、私ちょっといろんな感情が湧く一日となりました、うんうんうん。で、まあ、あえてこの話題を取り上げたのはですね、当然のことながら今年の初め能登の方で大きな地震ありましたよ、はい、であれによっていろんな伝統芸能も被害を受けております。もちろんそこに住んでいる人々が被害を受けているということであって、うん、その土地の人々が被害を受けているということは、芸能も被害を受けている、伝統芸能も被害を受けているということなんですね、太鼓が流れて、それが奇跡的にある町にたどり着いて、あの元の持ち主に返されたなんていうエピソードが、うん、あの石川の地震ではございましたけれども、
まあ、少しずつ能登の方も復興に向かっております。で、復興に向かおうという人々のね、気持ちってやっぱり、まあ、僕らがそれを経験してないから推し量ることしかできないですが、うん、力強く前に向かって進もうという力が働くわけです。で、その中に、声援が少しでも多くあった方が良い。ので、うん、皆さん、よろしければですね、石川能登の方にですね、お祭りやるよ。今回やれるらしいよっていうのを聞きつけましたら、ぜひぜひ足を運んでみてください。そうですね。能登は、うちの父親の実家もね、ありましたから。ね、そうですよね。はい。そうなんですよ。僕も能登へは、ね、思い入れはあって、全然関係ないんですが、森見富彦ってご存知ですか？うん、なんか彼の書いた、はいはい、小説に恋文の技術っていうのがあって、はいはい、主人公が能登半島の寂れた研究所に流されて、はい、で、そこで常にマンドリンを弾きながらお手製の謎のエネルギッシュなドリンクを飲んでる先輩と一緒に研究しなきゃいけなくなる羽目になるんですけど、そこからその思い人と手紙を交換する初簡体の小説なんです、うん。だから私にとっては、こう、なんか、お気楽でおバカな主人公が自分の青春を全うしていた年だったのに、うん、あんな風にひどい被害を受けてしまったっていうことで、まあ割と少なからず心を痛めていたところではあって、うんうんうん、だからそんな平和がですね、一刻も早く戻るように戻ろうとしているところにできるだけ一つの声援として混ざりたいなっていう風に思っておりました、うん。のでですね、もしこれ見ていらっしゃる方で石川でこんな芸能が行われるようなんていう風にね、ネット芸能が行われるようなんていうのをご存知の方いらっしゃいましたら、コメント欄に、書いていただけると大変嬉しく思います。そうですね、はい。晴れやかで勇壮で派手な祭りから最後ちょっとしんみりした感じになっちゃいましたけども、うん、皆さんにはこういうことがお伝えしたかったというわけでございます。なるほど、はい。ということで今回のゆる民族学ラジオ終了したいと思います。皆さんお楽しみいただけたら幸いです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしま す, しますコメントもお待ちしております。ということで今回終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。